さあということで、はい、じゃあまずはレッドをクビにしましょう。やめろよ、しましょう、やめろ、タクヤ、行きましょう、タクヤ、ね、レッドすげえな、だいぶ生き延びてますね。洞窟越えたところからですね。はい、ありがとうございます、はいはい、まあ、同じ日に撮っております、はい、いやいや、髪型でバレます、髪で、あれだいぶちょっと繋がらない、繋がらないですし、うん、言ってくださいよ、僕も一緒に切るのに。そこうなってくると大島やっぱり、ね、長いよね。僕ちょっと伸びてきましたね、うん、ちゃんと揃えて、そうそう、今月、はい、今月末、ね、ちゃんと揃えて同じ髪型で、そうですね、はい、はい、行きましょう、はい、一応振り返りますか、はい、はい、お願いします。マイチームね、はい、まず自分ね、はい、タップマン、タップマン、はい、チャップマンみたいな、タップマン言うです、タップマン言うの、なんか太った人だよね。タップマン言うはナックルカーブ、あー、まあ、速度を170にしたい、いいっすね、うん、170いやいや無理でしょ、タップマンだからそうだろ。でチームメイト鈴本ね、いやエース、ぶっちぎりエース候補、大エース、はい、まあ、部長もいいね、部長ね、クレバ、雲海クレバが未来枠、山口、うわ山口、アバタね、まあ、アバタ大島、大島枠です、キバ、キバ和也枠です。キバね、ストレートがね、かっこいいもん。ああ、そうそうそう、確かに。これ爆速ストレート。でレッドが、レッドがもう、タクヤ枠。もうずっと見て。ずっと1なんだよな。ずっと1って何なの？だから伸び、伸びが、伸びだけなんだよ。伸びだけなんだよ。まだ1回も投げてないですよね、ちなみに。多分自分で使うと多分打たれるだろうから、変化球11は。でキャッチャーデータとリクド、ここも5番着、ここいいですね、はい、でファースト問題ですよね、ファーストが部なんですけど、部はちょっと使いにくいっていうので、別のやつをね、はい、はい、でまずセカンドを言うと小石川、まあ国樹だよね、守備固めの小石川で、サードがここ問題、ここやばいんですよ、 やばいんだよ、この4人、4人集、じゃあ登場がファースト、そう登場だからファーストに運用してると、部の代わりに、ライゴもでも島田もいいし、ここ福谷もね、いや福谷がいいよね、そうね、福谷使っちゃうよな、でショート森川で宝塚を外野で、外野で運用してると、はい、はい、で外野は玉三郎を、バンガード、うわー、お強いな、セティは拓也枠、なんか2枠あるじゃん。いいのね、じゃあバンガードクビにしてもいいの、ダメでしょ、そう、お前ね、誰お宅屋奥じゃん、大島奥ではないだろ、別に大島風屋奥ではないから、バンガード、バンガード強いです、みんなの枠だろ、みんなのバンガード、玉三郎も宅屋奥じゃん、玉三郎は別に、玉三郎はでも強いですもんね、でも強いよ、これ何回助かったか、まあまあ、不動のリードオフマン、宮島もダイソーとして、はい、まあでも今だいぶ強いね、そうですね、はい、まとまってきてる、うんうん、でここですね、スカウトの階段、あんま取るやついないのか、でも、まあ、マネージャーが考えてる、マネージャー2人いけるぞ、えこれがでかい、2人います、2人いける、あ、ほんとだ、理事長と、もう一人あの上の、うん、ちょっと五分はちょっとごめんして、ハテナ踏む、どういうハテナはなんだっけ、なんかイベントみたいな、そうか、隠しキャラ出たりとかもします、ね、プラスが、そうか、はあの一応下行こうか、下行って、下行って、ですね、下行って、で、グネビア、グネビア、グネビアだっけ、あの女の真ん中のマネージャ ー, ー, ジャー触って、ああ、はあ、左のハテナを取るかどうか迷って上行こうか、 OK です、はい、まあ、あんまスカウトしなそうですもんね、そうね、はい、こことかもいないよね、セカンドもいらないですね、そうだね、ここはちょっと飛ばしていこうか、行きましょう、はい、来た、香取風花、あ、いい、ね、これなんか先生かな、理事長だ、そうだ、理事長どう、能力どうだろう、なんか良さそうな気もしますが、入れ替えなきゃダメなんだ、3人までだよね、経験点ボーナス、変化球、精神、なるほど、味方に粘り打ち対変化球、あんまいらない、あんまいらないね、香取風花が、はい、これ何、主人公の、わ、ここめっちゃいいもんな、この総力が上がると、それいいね、あと風向き、風向きがまだちょっと、風向きもね、あの上のクロンで、クロンは何でしたっけ、クロンはね、経験あれがいいのよ、みんな育つのよ、主人公以外も、そういうことか、ご機嫌次第で、みたいな、いないか、主人公、カトリいない、確かに主人公も投げさせないですもんね、多分まだ、うん、いいか、カトリ風花いらない、はい、3人か、ちょっと多分ね、もうこの3人よりもぶっちぎりいい
マネージャーとかも来ると思う、はい、そのうち。もういらないね。そうですね。いらないね。ああ、懐かしい。懐かしの沖縄はね。お世話になったよ。よく下。下回って。消防族だね。いらない。サードですもんね。トロフム。はい。はい。一回休憩。はい。では。お、綺麗の書はいい。綺麗つけようよ、タップ。確かタップマンにね。これプラスは今踏んじゃう？踏んでいいんじゃない？じゃあ踏もうか。踏んでいい。あの、もうどうせ33は超えられないから16より先にゴールするかどうか。一応5分見てみましょう。いや、ただだしね。ただだし。いや、5分、僕枠だったんですけどね。いやー。いやー。こう考えるとね、やっぱね、あのコメントでもやっぱちょっと論争起きてました。五分いいのにっていうのと、はいはいはい、いやでも陸道とかも全然いいでしょみたいな。いや陸道がねキャッチャー B なのよ。まあね、でもだからちょっとここに入れないよね。だってここデータと、まあデータがいるからな。データもキャッチャーついてるよね。ついてます。ついてる。そうなんですよね。だからこれだからもうしょうがない。ごめんやで、うん、まあしょうがない。ごめん。なんか濃い、うん、ただ晒されただけみたいなゴールがバーストあそこまで戻りたくないぞ。バーストか2か。見てみる。いやいらない。100均なのやっとも160。もう俺たちはもうそのランクにいないよ。まあ、まあ確かにそれはそう。悪いけど。おあこれいいじゃん。これなんだ、ね、何アップした。あ、急速アップ。何なんか、うん、アイテム。あ、これだ。そうだ、総力アップ。いいね。一応プラス踏むもいいから。アテナと、うん、踏めんじゃない、うん、あ、火事ね。火事もね、好きだね。来いガイア。うん、ガイアか。お近い。あー、まあまあ片栗、片栗っぽいな。確かに。あ、何の本だろう。え、薬油超人。やばい、これなんか良さそう。薬油ってなんかあんまり。あ、そっち。どうなんだ。薬ってあんまり良くない。薬油って野球のことじゃない。あ、そういうことか。あ、そういうことか、はい、え、昔の知識。ああ、なるほど。でもめっちゃいい。センス丸になる可能性もあんだ。あれいいね。いいイベントなんだ。いいイベントなんだ。はいはい。で進みます。はい、そうで上行って見なくていいね。はい、日和美和。これがあと1、うん、でどうする。16以内に俺ゴールするのがいいというような気がするんだけど、いけるんだったらハテナも踏みたいけど。踏めんじゃないですか。あと1、うん、2減るぐらい。1、2、3、余裕で踏めるね。5、6、7、8、9、10、10必要。じゃあいけます。入力しろ。怖いな。あ、ちょっとこれ何。僕をスカウトしたいならとあるこのコマンド。やっぱ良さそう。なんか良さそうだな、このイベント。緊張しちゃうかもしれない。え、待って待って。え、何枠。これさ、これさ、何回来てんのよ。でも知らないのよ。枠変える。え、ちょっと、またぐ。いや、またげるかな。これ俺さ、え、どういうこと。あ、なんか見とけよかった。ノーヒント。ノーヒント。ノーヒント。時間制限ある。ない。え、どういうこと。ノーヒントだよ。これさ、何回か逃してさ、ブブーってなるやつ。え、これここでね、今これ何。コマンドって何。今丸押していいの。ちょっと調べる。いや待って、調べる。1個押していい。丸、ちょっと待って、調べ、分かる。時間切れがありそう。え、いや、調べるのはやめよう。調べるのはやめる。導き出そう。え、無理すぎるって。無理ゲーじゃん。無理ゲーだね。無理すぎるんだよな。コナミコマンド。ヒントもらいます。コナミコマンドってなんだっけ。上上下下左右左右右。うわ、それやってみようか。マジ。コナミでしょこれ。え、そういうこと。え、どこで。もう終わった。あ、さっきだ。これ気になる。何だったんだ。入力指紋とか出してくんないと。気になるな。え、まあしょうがないですね。無理すぎるもんな、あれ。無理だよ。
お、あ、やばい模様だ。誰？やべじゃんってやばいだ。いやだな。いらんな。なんか、え？なんかどうなったの？やばい模様。なんかロード入ってる。あれ？ああ取れるんだ。やばい模様。いらないけどな。まあ、一応見たい。なんでセンターバンガードなんだよ。これいじんなきゃダメだね。確かに。いいだもんね。うん。守備も肩も。レフトだな。あ、外国人助っ人っぽい。ダメだ。危ねえ。おー。めちゃくちゃ強かったらどうします？やばいもんね。確かに可能性あるよね。セティと変わらない、変わらない。確かに。最高。セティがもうクビになるかもしれない。ちょっと今集中してる時にやめて、その拓也はこう削る。あ、ここはもう玉三郎は強い。玉三郎はセンターだよな。玉三郎は目測が誤ってる。あと3球。レフト。レフトがやべか。やべだ。ちょっといじんないとですね。おお、いいね。あと2球。ギリギリだな。まあ、あとは取れない。うん。でもう、なるべく早めに頼む。浅い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 。え、いや、何それ。もうダッシュだ、もうダッシュ。浅いパターンあるんだ。あ、このちょっと、これもうギリギリでいいから取るでいいと思う。あれ、あぶねえ。やばい萌えをいいんじゃない。どうだ、見てみて。てやばい萌えを、やばい萌えを、外野で矢部くんとかに変わる能力になってるったらいいよね。うん、13の状態で。あ、でもレベル13だ。でもめっちゃ強い。13だけどめっちゃ強い。普通にいいっすね。うん。おお、あ、いいじゃないですか。やばい萌え。即戦力だな。超即戦力だ。めちゃくちゃ即戦力高いんじゃないの。今え、宝塚より強い？宝塚より強い可能性あるね。現状だと。八島。もう宝塚より八島。え？八島君。え？八島って。八島？いやいや、大総枠ですよ、貴重な。島がついただけだろ。じゃあセッティ見てください。セッティもう一回見てください。セッティを。いやいや、和也さん、これどうですか？ただレベル2よ今。レベル2よ。セッティ上がるよ。うわ、かわいい。あとかわいい。でもやべえ、これ絶対序盤強いよな。強い。まあ、玉三郎は絶対いるでしょ。いやでもさ、やっぱさ、ここでレッドだよ。いやレッド、やだやだやだ。使わないでしょ、なんて。使わないけど。じゃあセティ、じゃあセティ、こんないんだよ。じゃあセティでいいよ。セティ強くなんじゃないの。で、ちょっとその、なんか嫌でしょ。ヤシマとセティならどっちが強くなりそうですか。セティ、セティ。あ、セティなんだ。まあヤシマじゃあいいか。まあ B、 呼吸 F だよ。まあ、ではヤシマしますか。あ、危ない危ない。じゃあセティにかけますよ、僕も。頼むよ、はい、いい。ヤシマありがとう。そう、やばいが大島君。やばいってなんすか。うん、やばい。俺違いますよ。やばい模様が大島君として今後か、もうそんなやついなかったと思って雷郷あたりが切るから。雷郷がね、福屋とね、だいぶ福屋を使うから調子次第で。だからもう島田になるんじゃないですか。なんか島田今ね、島田、いやでも思い入れだけで来てないですか。いや島田最強だよ。いや島田が一番打ちやすいし、島田今最強だよね、マジで。最強ではない。だって今のところ福屋より打ってるよ。いやだから、やって、いや試合数が違うんで、あれですけど。ちょっとじゃあ、うん、あの、この、はい、これはいいよね、うん、これはいらない。マネージャー、これどうか見よう。あ、先スカノ、これなんかサクセスでやったな。いいね、良さそうだな。はい。おお、いいな、いいな。え、これめっちゃいいじゃないですか。これは入れるな。経験展望の好き。多くの選手をやる気にしてくれるって超強いですよ。確かに。ここじゃない？風向き。
ケロンもう一回見て、ケロン。クロンっす。クロン初級、初級丸とかいいの。変える要素ないです。アベレージとね、あと、初級丸もいいよね。まあでも、全員の成長、主人公含め全員の成長っていうのは魅力的だけど。お米の子は、おにぎり、稲葉秋から。これどう思う？なんか総力ってどうすか？総力を上げることによって打力とかの打力だもんな。総力より打力じゃないですか結局。でもほら機動力野球だよ、まあね、でもバントとかがうまくいかないじゃん多分。で結局盗塁結構きつくないですか？そうか、つくだけで足が速くなるわけじゃないのか。まあ、そう、かなり上がるだよ。いや、まあ、総力かなり上がるんですけど、あ、経験、なんか経験じゃないか、アシスト効果だから上がるんだよ、爆上がりすんの、うん、その上もいかない。いや、でかいよ、絶対これ攻略みたいななってくる。その上のじゃあ風向きにします。どっちかな、これも内野安打だし、うん、パワーヒッターと有利な風向きになるのでホームラン出やすくなります、ね、確かに、俺らホームラン構成だもんね。そうなんですよ。でもさ、ピッチャー、あの点取られないっていう意味だとさっき使うのがいいよね。じゃあ下のかも総力いいよ、なしで。うーん、まあ、成長もうだって、いやそうだね、成長っていうよりこっからはもう成長よりも勝ちにいく。あ、うん、まあそうか、そうしますか。クロン切っちゃおう。オッケー、いいです。クロン出てきてくれるかな。もう出てこないかな。切るよ。まあそうですけど、うん、クロン切っちゃうよ。女の子のがいい、はい、気持ち悪い変なロボットより変なロボットもろい。もろいもいい。いらない。160回捨ててんの。はい。指導ね。よし、やるぞ。よし、ここはなんだか、セイレーンか。セイレーンじゃねえや。セイレーン。セイレーンか。ちょっと、その前に乗るか。どうする？変化球を上げれるのか。変化球を上げとくか、ナックルカーブ。4にする。五十嵐みたいな。なるほど。五十嵐ってナックルカーブ。はい。これしか分かんないよ、うん、いいんじゃないですか。いいかも、まだ使わない。使わないもん。使わない。じゃあこれで、はい、持ち物はね、まだこの先なんかあの、あ、そっか、いいか、いない、うん、ここは実力で勝つべきだよ。いい、あ、これでいきますか。これちょっとじゃあ見てみようか、うん、この必要性を。はい、はい、風めっちゃいいっていう可能性も。確かに合わせまりだ。これはいいよね。かもね。どう、まあ、なんかはもう使っていいと思いますけどね。まあゴーグルと魔物ちゃん使わないにして、あとミート強いからミート残して、じゃあこれで総力使って、総力をここで見とく、OK、です。はい、総力アップがどんだけいいか。なるほど。これみんな B とかになる、先発タップマン。やばっ、うわレッドかここに来て部長。部長でもスタミナ、まあまあでもまあ最初部長でいきますか、うん、部長か。アバター、アバターでも、ね、アバター途中で、アバターでも使いやすいもん、ね、あ、まあアバターでもいいっすね。アバターでいく部長。そうか、まあ、ここアバターとレッドの当落線上の2人のテスト、テスト、これトライアウトだよ。これトライアウト、トライアウトみたいな。勝手にトライアウトにすなあれこれ全然固まってない。これ毎回変えるのか。こんなあれなんだ。じゃあデータを出すためにね、陸道にしとく。どうなってくるとさっきのこの調子いいあれにしたいよね。みんな調子よくない。確かに。とりあえず、うん、東条をファーストにしよう。はい、どうせ両方不調だし、うん、でさ、サードが福谷にするか。ライゴ、調子いいならライゴを使って、ライゴで行ってみましょう、うん、はい、それでいいでしょ。やめくんでいいんだっけ。いや、セッティ、セッティもトライアウトじゃんで、こういうの1番玉三郎、1番玉三郎で、センター、ランガードのレフトがいいな。2番、これ変える、変えたいですね、レフトに。はい、はい、バンガード4番、国寺、はい、国寺いい、登場、いいね、うん、いいね、いいんじゃないですか、うん、まあ、いいよ、見て、これセッティ見て。まあ、総力上がってんのもあれだけど、なんか良さそうに見えない。まあそうっすね。そっか、総力みんな上がってんのか。そうそうそう。OK。行こう！
よし、よしよし、勝つぞ。あれなしね、これあのヒューっていうあの変化球、変化球を打たないってこと、うん、捨てですか。いや違う、それそれを打った方がいいんだよ。そうですね、でもシンカー捨てでストレートかそっちに絞ってみる。多分ね、狙って打てると思うんだよね。確かに確かに、遅いから球的に。おアバタ頑張れ、アバタ頑張れ頑張れよし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 、いいね、切れてる。まあ、投げるのは投げやすいよね。オッケー、いいよアバター。さあ金原、金原いず、はい、最初からかましてこうアバター。はい、出ないからね、笑ってるわ。オッケー、おーもう守備がいいから、守備がいいから、これじゃあいこう、はい、こうですか、よし。大空、あ、いいいいいい、投げやすいわ、見せといて。はい、あ、ちょっとそのままバッティングやって、はい、来た、クイーンゴロ、クイーンゴロね、玉サブ、いい風吹いてる。あ、捨てるって言ったの早いよ。あ、なんか風吹いてる？ドーム？ドームじゃん。ん？違うか。風ないか。なんか言ってたよね、ドームだからって。でもまあパワーヒッターとかね。シンカーね。シンカー。シンカー捨て。シンカー捨て。これだ。それだ。うわー、マジか。大丈夫。うわー。そう。玉サブだったら間に合ってたから。マスンバ、すごい、あの進化やばいな、すごい、よっしゃー、最高、オッケー、でかい、これナイス、気持ちいい、バンガー、はい、バンガー、バンガード狙っていくよ、いい、これはいい、捨て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 、うわ、シンカー2球か、ボールでしょ、おお、よく見たね、ナイスナイス、まっすぐいきそうだな、うわ、危ねえ、危ねえ、かくっそ、まあ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 大丈夫、あ、ほらホームラン打った登場が、怖いな、前回のトラウマになってんの、急にピッチャーやることになって、うん、あんまり動かせない。じゃあなんか拓也、その試しに緩いボール投げるの最初9面なんかレールをしながら違う違うこれでいい、ナイスナイス、ゲッツー取りたい、ゲッツー、うん、はいはいはい、お、大丈夫、そこはどう打ってもファンのチャンス、そこはどう打ってもファンのチャンス、いいよ、じっくり攻めて、おぉ、セティ、まあまあまあ、あ、まあ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 、いいでしょう、あ、心心か、毛量はいらないって、毛量すごいなね、自分の毛量で見えないよね、なるほど、うお、外した、惜しい、あのね、陸道がね、肩弱いのよ、ね、いい、うん、いい、あ、逃げないで、苦しいな、ここ抑えたらチャンスきますよ、
危ないよ。危ない今の危ないよ。不用意な不用意なまっすぐ。オッケーオッケーオッケー。たまたま当てなかったけど。外して。はいはい。信じろアバターボール。合わされたね。任せろもっと気楽に。オッケーオッケー。点取ればいいんですか。ちょっとアバター登録戦場的にちょっと。いやーうまくいかん。まあまあまだ序盤ですから、ね。三回ですか、ね。まあ打てるよね。はい、打てる打てる。ここら打てますよ。ナイス。ナイスナイス。ゆっくり合わせればいいんだけど。いやでもまあ代打でもいいんじゃないですか。いやまだ投げさせた方がいい。おお。いい。すごい。自ら。ナイス判断。ナイス。ただ投げた方がいい。あ、これ1打席こう答えだ。うん。いいのコンボ。できんじゃって。わ。うん。よっしゃ、ナイス。いけいけいけ。同点、まずは同点。ありがとう。頼りになる。サードまで。三つ三つ。総力 S。いいよ。サブロいいね。玉サブナイス。はい。手出さない。ナイス。調子には乗らない。あ、うわ、今のは意外な一手だったな。うわあれは無理、あれは無理だ。本気出し、あれは無理よ。あそこね、低めと高めと、まあ、合わせに行こう。そうじゃ、いきます。うわ、ごめん。進化やばいね。突入した。やってみた。いや、もう放り込め。はい、ホームラン打てば全てがチャラです。うん、イメージ。あー、よくなんかよくないぞ、なんかもうあれしか。危ねえ。一瞬進化値がついた。危ねえ。進化だ。ナイスナイスナイス。でも追いついた。アバター、アバター。おお、ホームラン。ちょっとアバター、ワンアウト。え、くそ、完璧、完全に取られたと思ったの。ちょっと待ってください。ナイスナイスナイス。いや、これはね、きついんだよ、この後は。あのストレートきついよね。まんまと緩急でやられてるよね。ダイダダイダダイダ行こう。右な、左な、内がいいな。あ、デイタデイタで残してればいいか。だから、この辺か。島田行く。島田強いね。島田いいね。島田行こう。調子悪いといえでかいと思うよ、ね。うん、ナイス。あ、惜しい。状態の良さは待ちきれない。マジ？うわあれきついな。うわあ、この進化きちい。でも一応わかりやすいね、向こうから入れてくるね。まあそうですね。うん。入ってくる進化をすげえ使う。あれは狙った方がいいのか、これね。これか。これは狙った方がいいかもしれない、ね。うん、明らかに進化の時は狙ってもいい。あナイス。よし、ホールイン。いけっかな。いや、 S でしょ。玉三郎ないけそう。ホールイン、アリスね。
もらってた。いやバット、いやでもそうなんだよな、難しいんだよタイミング。おお、ナイスナイスナイス、大丈夫大丈夫、盗塁決まってればね、大丈夫大丈夫、盗塁はちょっとダメかもしれない、うん、苦手。うわ、いや、ショックなのはずるいね、ど真ん中から友達とやるとき使う投げ方だよね確かにど真ん中に投げるふりして変化球進化っぽい、いやまあ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 、なんかなんとなく分かったのにな、うん、いやいや、そうなんだよ、ああなるんだよ、緩急でね。おお、よく待った、すごい、よーし、今のよく待ちましたね。マジでこの店員心はアイテムなしで勝つっていう、そうだね、うん、まああれガム扱ったけど、うん、温存だから、ここは頑張って勝とう。はい、お、進む、でもこれでいいのか、確かに、まあ確かにね、調子悪いとはいいの、うーん、うん、楽勝、うん、まああと一つなんで、うん、ナイス、ナイス、コース、ナイス、上のコースとか間に合わないんだよね、そうですね、ちょっとナイス、オッケー、そのまま打っていいよ、はい、第5、おっ、ピッチャー、じゃあ、はい、部長に変わってる、あ、部長はね、割といいと思うよ、ただ、コントローラーそんなに良くないんだよね、ノーアウト、ちょっと、まあ、無理か、あー、難しい判断だね、今ね、まあ、無理か、まだクイーン心変わってない、うわ、よく打った今のは。一点はしゃあない。あと割と良さげだな番号。一点は取れるからしゃあない全然。ピッチャー変わるしね、もうね。でも変わんない方が打ちやすい感じ。おっしゃあ、ナイス。いい。でかい。あれ振ってくれるのありがたいな、うん。ありがたいですね。コアラコアラし。よし。またで危ねえ、危ない危ない、コアラコアラ知って名前出したら、うん、私が筋トレの参考に見てる動画のコアラコアラしさんの名前が出てると思いませんでしたみたいなコメントあってやったコアラコアラしさんね、うん、いらっしゃいますね、あの元超新塾さん、あーもう進むだ、ここは絶対抑えたい、うん、いいよ、いい球だ今の、いいコース、ここも遊び球なしのフォーク、惜しい惜しい、まあまあ、大丈夫大丈夫、フォークが大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫、大丈夫、落ち着いて、ふう、あぶな、おお、何今の、うん、知ってるね、コントロール悪いから、うん、コントロール悪い、あ、もう やばいじゃん、後ろ失っちゃう、あ、後ろ失って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 、後ろ失っちゃう、勘弁しよう、勘弁しよう、よし、ここでもう一段、いや、頑張れ、振動か、振動、いや、いい、まっすぐとツーシーム、あドバン、あれ、すごい、そんなに速くない、言うほど、度胸あんねー、ね、試してきてるね、バンガーの間に、相手に、間に、ちょっと、OK、
頑張れー、一回見るの、うん、そんな早くないの、うん、ツーシームだけ気をつけてください。左に待てばスライダーもやっぱ結構入ってくるからな、これ。あー、入んのか、今のね。ああやって入れてくるスライダーよく使う、うん、うわー、ストレートっぽかったね、今ね。最後めっちゃ合ってる。放り込めー、ナイス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 。今のカーブ打ちやすい、わかりやすい。お、来たセティ。うわ、通信が微妙に動かしてる。ゲッツ。おお、マモムちゃん、セティ、セティ、ここも台座でもよくないですか。あ、確かに確かに、デイタいる、デイタいる、デイタいる、もうデイタっていうのもあります。あ、確かに、まあ、左た左になりますけど、福屋か、で福屋一発入れてのデイタで、なんでやばい調子悪いんだよ。よー、よく見た、よく見たね。わかりやすいんでしょ。部長は？で、代打でいいと思う。部長代打、うん。調子悪くても鈴本とか使いやすかったから。宝塚かな。宝塚か小石川。小石川。小石川はまあでもまあデイタ。やばいもありで。あ、デイタダメか。やべ、うん、まあ、やばい行くか、うん。当てさえすれば足早い。本当だ。絶不調だけど。うん、これスライダーか、スライダーだね。それと、いやーしょうがない。嫌な場面で。お、レッドだ、レッド、レッドダメでしょ。いやでもいないですよ、あんまいるか。クレバとか使いたかったけど、一人だけ投げてみて。いや、この場面でいないし。まあまあまあ、確かに。ストレート、めっちゃいい。そうね、伸び、うん、もう早いっすね。コントロールもちょっと悪いんだよな。まっすぐで押していく感じ。おー、足がめっちゃ速い、足速い、これで抑えるわ。思った、アバターより活躍しろ、アバターより。変えていいよ、ちょっと変えるか、調子悪くても山口とかのがいいかも。だってツーシームより落ちてないの。それ、まあ、騎馬でも良さそうですけどね。まあそのストレートが、まあ山口か、でもここは山口取っといて騎馬っていう、まあ、あとワンアウトなんで、うん、これこれ当落戦場だから、騎馬も入ってるから。これは初見で打てないよ、爆速ストレートは。データでも無理。あ、データじゃないか、データなってんのかな。あれ、あ、なってますね。あ、なってる。あの一瞬でよくわかった。いいよ、爆速ストレート。お、打つねー。よし、ナイス、あぶねー、そのまま決めてください。って決めちゃって、オッケーオッケー。一番から、うわ、怒りだ。でも、あ、でもそんな強くない。ほんとだ、覚醒前怒り。あ、でもライジングショット持ってる。まあこれかな、ストレートライジングショット狙わない方がいい。ライジングショットをもともと狙うからですよ。うん、自信あるもんね、ライジングショット。うまい、うまい、すげえ今の。これ盗塁やめた方がいい、マジむずい。そうだよね、うん、そうっすね。バントでもいいぐらいだ。
下目に当てる感じのバイト。うわ、ダメだ。バントやめたほうがいい。そのセーフティー気味にバントした。あ、そっか。ストレートだと思ってた。ストレートね。ナイスカット。ストレートね。ナイス。ナイス。いけ。ストップ。おお、いけ。コーチャーが抜けると思ってないか。コーチャー今のは怒られますよ。抜けると思って。待て。いけ。抜けると思わなかったから。コーチャー、おオッケーオッケー、ゴー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 ゴ
お願いします。素晴らしい、よく勝ちましたよ。あぶねー、うん、ここはそう、ここはなんとか頑張って勝たないと。アイテム使わず勝ったから、うん、ピッチャーも温存しましたよ。あと2回ボス、あと2回かな。そうだね、それはもうゴーグルゴーグルでいける。おお、可能性がある。そっか、うん、あの隠しボス行かないように、危ないから。あいつ強いもんな。強いんだよね。といいね。おいいね。お、タイピンチいいじゃん。お、ジャイロボール。コツだけど、うん、あ、これでかい。何？カイマタギ、クイック。これ、マネージャーのあれあげるやつ、調子。あ、いいね。あ、いい。ハンガード。ハンガード。あ、雲海、クヤ、いいね。あ、登場も。そろそろブー、上がったでしょ、弾道。ブーね。レッドをちょっと使ったっていうので、うん、レッドも上がったから。ただ今のところちょっとアバターがもう、虫の息かもしれない。どうだったアバター。まあちょっとアバターと、まあ、レッドも、まあまあ、それを超える逸材がいるなら、うん、あ、もうマネージャー取れますね。本当だ、これ見よう。あの白い真ん中のあれどこだ。かっこいい、これ強そう。黒栄っていう、あと右のあいつも強そうだ、ね。カエル・モラレス、ピッチャーっぽいな。ガイアか、あの、これも強そう、うん、それ1だよ。1か。これはナヌーク、その左のあのニャニャル中分けの裏とニャプテと中分け、これそれ、これ強そうですね。強そう。うわ、実況勝負。クラマ、クラマ、タカシ、よし。あの、あれは取ってった方がいいんだっけ、あの、ま、カンカン。ツルハシはあのミスると能力下がるけど、1個持ってますよね。取っていいんじゃない。うん、持ってる1個。どっちみち、あ、アップするやつね。じゃあまずはマネージャー取りに行きます。はい、1回あれカンカンしよう。これはいいですよ。ルービス、ルービス一応見てみよう。一応見る、うん、はい。で、ライゴと比べよう。セティと同じだもん。あ、確かに。オケのルービス、あ、そうだ。あー、ダメだ、ダメです。やめとくか。めっちゃミントちっちゃくなっちゃう。ヌービスありがとう。ヌービスありがとう。じゃあ上行きます。はい。今野美咲さん。はい。さあ、やっぱ3回1で取れるからな、うん。あー、なるほど。内野安打、いや、1回だ、そうだね。だって下の子と一緒だもんね、内野安打。2人と、下の2人と。うん、そうですね。しかも主人公の成長だけを本気でサポートなんで、うん、そんな感じもしないですね。じゃあなしで、はい、よし。じゃあこのツルハシ考えしてみよう。とりあえずアイテムいくの。オッケー、やったー。いいよいいよ。これちょっと一回見てみない、経験値どんぐらいもらってるの。能力アップ。でもほら、さっきの試合の分からない。とりあえず150キロにしておきます。ありがてー。あ、178だ。おい、コントロール上げといて。3しか上がってない。で、これで、うん、よし、じゃあこれで逆に分かる。これはいらない、いらない。はい、じゃあ上いきます。経験値、はい、あーあああ、まあ、タップマンっぽいか。タップマンっぽいね。そう、え、そう、あえて月に行きたいぐらいまである。
まあ、確かに、うん、その赤スキルがさ、その認められるパターンもあんの？なんだこれ。地球なら、あ、台風だ。あっ、ってことはレッドみたいなやつ出てくる、来るかも。出てきた、全力で取り行こう。あ、なんか出てきたんじゃないか。お、あ、上にいる。あー、え、めっちゃ良さそう。差が、でも今から行けるよ。左下にもいるけど、これ1ですよ。その上の行こう、上の取り行こうよ。これ5、うん、もう今行こうよ。ちょっともったいないけど、うん、ガイア、ガイアだ、ガイアだ。実球勝負？あんま遊びはなくなったな。遊びなくなったな、うん、確かに。これはいらない、うん、おお !13 だ、強っ。449差が、絶対取ろう。やばいレベルじゃないね。絶対取ろう、ほら。大丈夫、タップマン。ちょっと、あそこ投げ、ちょっと待ってくださいね。変化球とか変化球を上げたい。いけないか。さっき俺不用意に使うから、技術ちょっと待ってくれ。行くしかない、ナックルカーブで。まあいいか、行くしかないか。マジ持ち物なんか、あ、あ、もしかしたらあの、あれがあるかも、キレとか。あ、コツか。コツ、あ、じゃあダメだね、やろう。これ絶対欲しいじゃん。絶対欲しいね。でもレベル13だからマックスでこれなんだよ。でも強いよ、400で。強いよね。え ?400? うわ、オール A じゃん、これ手に入ってみん。でも強い。あ、おおおお、ナイスナイス。あっ、あね、よしよしよし、ナックルカーブいいぞ。あー、まあ見られるか。オッケー、こわ、ちょっと待って、こわちょっと息を整えてちょっと、だってめっちゃ合わせてくるもん、こいつ。なわけ、よし、よし、オッケー。あと1個、どっちか押さえればいい、どっちか打たれてもいい。それは予想外。よし、勝った。二塁打ダメ。曲がりすぎだろ。普通のヒットだったらいいよ。オッケー。取った。すげえ、こっち見てる。オッケーって喜びすぎた。あ、いや、ナイス。これ強いっすよね、絶対。強いね。あ、やばいよ。うわ、サガイワを、うわうわ、これさ、でもこれどうなの？坂上さんだよ。これ入ってきちゃって。え、もうこれ最強じゃん。もうさ、ね。これもうセティいいよ、しょうがない、これ。これ入ってくんだったらセティしょうがない。セティか、やばい。やばい。やばいはだって絶対いた方がいいでしょ。セティか。さすがに。ファンガードとかレッド。レッド切ろう。いいっすか、うん、本当、うん、もうやばいわ、もうやばい、いるもんな。セティ、じゃあセティ一本に絞らせて、俺セティ育てる。あ、じゃあもういいの、じゃあレッド、レッドでいいっすか。レッドかアバターどっちかにしよう。アバターはすみません。アバターだけは。じゃあレッドか。レッド、ほんとね、これが22だったらまだ違ったもんね。まあ、確かに変化球が222だ。まあ使え、333でもいいぐらいだもんね。じゃあこれマジで多分今の野手能力があるからまあまあ高いんだ、ね、投手だけの能力だと、うん、低いですね。結構やばいよ。じゃあいいよ、いいっす、はい、いいっすね。いいよ、じゃあレッド、はい、うん、同じ台風の日に撮ったレッドは分かる。ちょっとセティア見たい、まだもうちょっと、うん、様子見たい。これ結構もう遊びないっすよね。遊びない、もうまっすぐ行くぐらいの感じ、うん、横ずれらんないね。じゃあ、あの白い、あの顔灰色の子かマネージャー触るかどっちか決めた方がいい。とりあえず下下がってって、あのハテナまで行こうか。だからもうツルハシとかもやんなくていいと思う。やんない、いちいち。 OK です。
で、これ、右、うん、下、これもやんない。やる。じゃあ、はい。これはやるでしょ、だって。あ、ほんと。確かに。あなんだか。いや、これ、能力は伸ばせなかった。うん、上がってない。あ、なんか、もらってない、ポイント、はい。ポイントもらってない。俺じゃない。ナイス。ナックルカーブすげえ曲がんだよ。すげえ曲がる、ほんと。早めに、早めにコントロール上げないと制御できないかもしれない。いや、そうっすね。マジでそうです。綺麗に。レッドタイプか、クラマも。ピッチャーだけど、外野もできて。あ、そうかもね。外野能力高いと。なるほどね。うまい。高めの、あんま落ちないナックルカーブ使うのが。うまい。のらりくらりと。使いこなしてる。タップマン。どんな感じなんだろう、クラマ、高文。あー、いらないいらないいらない。一応能力見てさ。危ねえ、お、危な。どさくさに紛れて。あー、風よく。嘘嘘嘘嘘嘘嘘。じゃああれ。嘘嘘嘘嘘嘘。そうですね、じゃあ牙、牙のがいい。はいはい。あと16。結構ギリか。下行って。下行くよ。もう右も。一回。あ。1、2、3、4、5、6、7、8、3ターン、最短で8ぐらいでいけるから。で、最悪ツルハシとかは、うん、その先のであるから。ハテナ行くよ。うん、はい。ハテナ。そう、セカンドだ。セカンド。一応見たい？見たいね、ちょっと。見たいね。セカンドそうっすね。あ、なんか、あ、やばくない？やばっ。あっ、えっ、 あ、 あ、やばいな。まあでも、もう遊びが完全ない。セカンド取れない。え、あ、取れる取れる。間に合う。ラス見て、11でしょ。あっ、あっ、あっ、あっ。セカンド取れないかな。プラスで見て。あ、これが1、2、3、あ、いけるか。1、2、3、4、5、6、7だ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。え、明日通るってことですか？下通って宝箱の方も見えるは見える。一応宝箱もういいんじゃないですか。まっす、右まっすぐやったら10だとまずいか、うん、右まっすぐで宝箱無視でいこう。でしたらセカンド取れます、うん、ちょっと右かもしれないね。1、2、3、4、5、6、7。それで行く、うん、それで行きましょう、うん、もうか、宝箱見るか。いいよ、宝箱。いや、宝箱いいっすよ。だってまあ足りてますもん、スケスケゴールド。なんつったスケスケゴールゴールゴール。疲れてます。もしこれ見なくて、じゃあこれ強そう。あれ177か。でもでも育てるタイプか、うん、まあ一応クロエリュウフ。セカンドあれなんだっけ、小石川、小石川純一。いやいや、その小石田純一みたいな。小石川純一と比べて、いらない。いや、まあ、圧倒的っすね。小石川も全然いいわ。オッケー。あまり黒い。いいと思います。これミスれない。うん、右、右。右、右、右。シェイク。これでも、ターン減ったらやばい。WMMで。あ、やる気か。やる気ならいいや。タップマンやる気ならいいか。タップマンのやる気かな。全員じゃなくて。全員？それで怖いね。これはこれいきます。あ、でもまあ177か。ガイア、もともとだ。これはいった方がいい。なぜ？あ、一応見た方がいい。あ、そういうこと。選球眼、まあ、選球眼だね。選球眼だ。安いもんか。うん、
ストライク横のボール。え、ちょっと待って。よし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 、逆転、逆転。おー、いいよ。ナイス。一回掴むとね。まあまあ。一回掴むとねえのか。あれ？おい、ギリだ。残り1球。もうこれ外せないな。あぶねえ。またコースだったな。雑魚だぜ。ギリだ。めちゃくちゃギリじゃん。雑魚だぜマジで。どう？カイル・モラレス。どう？こういった。足早そう。ああ。成長か。ああ。いやまあいいっすけどね。育てたいけどちょっとその余裕はないか。いやね、まあ やばいのがいいもんね。宝塚のがいいもんね。じゃあやめとこう。はい、うん、ごめんなさい、ごめんなさい、しょうがない。きた。え、4あるよ。いや下、いや危ない、上危ない、上のあの、あ、マネージャーはマネージャーだけ踏むのある。それはあり、一応ありだね。そうだね、踏もうか。どうせかわいい今後のためにね、うん、これまたボス負けたら1からになるから。絶対負けない。あぶねえ。ちょっとさ、でも、うん、あの運なかったね、発掘運、ね、確かに確かに、うん、これこれなんだっけ、あ、ホイボスか。ホイボス、ホイボスってあれか。まっすぐすげえ喋ってくるやつ。そうそうだ、わあ、そうだ、あ、勝ったもんね、初見で。そうか、そうっすね。さあ、アイテムあと2だからマジでもスケゴを使っていいな。能力上がんないの、うん、じゃあこれで、うん、あれあげます。あ、いいか、あのマネージャーのこれまだいい。いや、次とかいい、次のがいい、うん、これ押したら見れるのかな。いや、見れない。あのボス、あの試合開始とりあえず押して大丈夫。なるほど、で戻れんじゃん。どうする、そういう感じ。どっちが、なんか最後万全でいった方がいいような気がするけど、うん、ここスケゴ終わったら勝てない。まあ確かに。じゃあこれでそうしましょう。どっちかにして、はい、どっちがいい。やっぱ総力上げるか風向き。でもパワーヒッターはなくなった。ああ、総力上げます。わあ、どっちがいいだろう。むしろ和也さんの総力強い説を今。そうだね、行ってみますか。でもこっちの方が変化球が上がるのよ、経験値。こっち行こう、うん、はい、風向きでホームラン入る方が、うん、そうだね、OK です。俺らいつだってホームランだもんね。そう、スケゴー、スケゴーと、スケゴーとどれか一個使ってみるかな。そうですね、ミーと変化球次に取っといた。マモモちゃんとスケゴーで次勝てんやろ。マモ、そうですね。あ、じゃあ変化球を使おうか。いや、変化球、まあ、ミーとか変化球とかどっちか使っていいんじゃないですか。スタミナ、スタミナドリンク、これにしよう。はい、もうすぐ2個あるのから。いや、でもスケゴーマモノちゃんだからどっちか、ミートと変化球。でももう2個しか使ってないです、ね、あ、そっか、次だって何も使えないです。じゃあスタミナやめて変化球かミート使っちゃう。どっちがいい。うんうんうん、まあ変化球の方が安心感ありますよ、うん、やっぱり投げるときに。次はもう1人4です。これやばいよ。やばいね。でいた、山口、山口、あ、鈴本いいタップマン。やばいね、鈴本。やばっ、ね、鈴本だな。タップマン多分上から下まで行っちゃうと、ね、一番上に上げないと入んないよね。じゃあこれで玉サブをセンターに
いや、サガサガ。サガだ。で、セティのとこにタマサブ。陸道。まあ、陸道ですね。まあ、陸道だな。で、いたんとこ陸道。で、サードは島田になってる。いや、さすがに福屋からアイゴーじゃないですか。で、1番がもう佐賀か玉三郎でいいですよね。佐賀3番とか。確かに。いや、2番最強説。わあ、これいいっすね。ありだね。わ、いいいいいい。玉三郎、佐賀。めっちゃいい。で、ここでヒット。ここ、バンワードでもいいよね。うん。で、福屋4番で、ここじゃいい。で、6番登場。いい。これでいい。で、森。森川8番。次に繋ぐ、うん、なるほど。森川とあと代打で玉三郎を繋ぐ。なるほど、うん、なんか考えられてるね。いい。これあれだよ、左と右はこれでいい。あ、変えたいですね。こう玉三郎って肩どんぐらいですか。なんか佐賀がライトの方が良くないですか。真ん中的な感じ。あー、パーフェクトヒューマンの佐賀右。いや、でもこれ好みだもんね。あ、でもそれこれでいこう。はい、うん、いいですか。玉三センター、やっぱここセンターで、よし、これで玉三センターっぽいもんね、うん、これでいきます。はい、うぅ、佐川も大谷みたいな感じで外野で出てたとき。確かにライトで僕から、はい。まあ、スケゴーあるんで、ゆうても人ゆうてもね、投げる球が分かってるんだから。かっこいいよな。かっこいい。かっこいい。よし、守備から。鈴本も風格あるね。めちゃくちゃかっこいい。よし。はい。ナックルいいね。うわ上がりすぎるという。コントロールいいのがいいんだよな、鈴本は。よしよし。こういう時にレッド使ってみたかったな。あ、変化球。あ、確かにレッドも一応見てみようか、この後。何だ。オッケー。俺たちのところにもレッドがないんだ。レッドいいよ。キバがいるだろ。はい、来た。来た。どんなもん、やっぱ打てるのか。あ、いきなりカウサー重い。上ですよね、カウサー重い。上がんだっけ。上がるんですよね。まあ、チェンジアップが一番いい。これ、分かってるのよ。やっぱ強いね。あ、ほとんど落ちない。下であんなに落ちないってことは。これどんぐらい落ちるだろう。一応見ます、これ。これ結構落ちる。結構落ちる。カウサー重い。もっと上がってこない、うん、これだ。チェンジアップか。これもうほとんど落ちない。ボール、ララー、チェンジアップ、勝ち確。分かってんのに緩急でやられてる。ちょっと遅すぎ、ちょっと遅すぎ。何、分かってんのに緩急でやられてる。しょうがない、カウサーオムになったチェンジアップは。ここ最強の2番だ。もう大丈夫です。もう全部見えました。ムーキーベッツの位置で。うん、おお。打てないもんだね。うん。この位狙っていいんだよな。そうね、行けるとこは狙っていいよ。うわ。意外と打てないですね。カウサーマニー。大丈夫、まだ全然ない。まあ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 、焦るようなタイミングじゃないか、はいはい、今お二人にどんなもんかというのを見せました。全球、全球、スケスケゴーグルなのに緩急でやられてる。謎のちゃんと速い球の後遅い球とかで、これワインダップ投げやすいよ、めちゃくちゃ。あ、動かしやすいですか、うん、おお。うん、あ、お、え、誰が打った。福屋。福屋。福屋最高。ピッチャーの顔もね。はい。ママー。うん、幸子。
強いな鈴本、最強だ。ナイス、よしよし、気持ちいい、使ってて楽しい。スライダーもいいね。オッケー、ちょっとパッティングをやりたい。パッティング、はい、パッティングこれでやっていい、うん、ハウスハーモニーね。おおおおおハウスハーモニーね、ハーモニーね、ハウスハーモニーね、はいはいはい、はいはい、全力ハウスハーモニーね。初見だ、これ真ん中で待って、ハウスハーモニー鹿投げてこねえな。オッケー、おおナイス、あ日野だ、でかい、あ日野、レフト穴です、レフト穴、そうだ、あいやー差がすごい、差がやばい、最強の2番だね、最強の2番、差がいいねー、大谷翔平、はい、いいですか、打たていい、打つ時なら、いや打つんだったら俺めっちゃ進む、めっちゃ進むじゃん、正しく、これ俺やりますね、いや鈴本いいよ、鈴本最強だ、その言ったそばからピョンってしてるまだ、まあ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 、これ抑えよう、大事に、はい、まだ、うん、全然大丈夫、2点取られてもいいよ、はい、打てないでしょ、私には打てない、申し訳ないわ、長瀬チャンス F のやつみたいな、恥ずかしいよ、見たい、打たれたら即見たい、よし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 ナイス、よし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 ナイス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 、行くね、あれ、はい、はい、じゃあいいですか、打たせていただく、坂田、おぉ、サガヤベ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 、やばいの取ったもん、お、また、俺また完封、あ、完封、完投、どうだ、いや、いいよ、あの、抑えの、なんか、飛び切りの抑え、抑えタップマン、タップマン、タップマン、これワンアウト取ったら1人投げてるもん、タップマン、あんじゃん、2点差っすよ、3点差、3点差、あ、いやいや、ボールか、うわ、ボール、おお、いや、いい、お、あ、疲れた、変えよう、変えます、ここは1球だけタップマン投げて変える、いってみますか、リリーフ適正ねえじゃんこいつ、そうなんだ、それなんのか、そっか、じゃあタップマンなのに、じゃあ山口、山口、山口ってみるよ、うわ山口あるかな、うわクレバもやばいっすよ、あるわ、クレバとかクレバ使いやすい、ピンクになってればあの真ん中、あと雲海もすげえ使いやすい、山口行こう、山口使いたい、なんか抑えっぽいもんね、はい、最近かっこいい、かっこいい、一球一球で仕留める、マジ？山口も当落戦場か？うわすごい、使いやすそうだね、山口もいいっすね、かっこいい、そして球速いし、カーブいいっすよ、ちょっと村田兆治みたいな、こうやってまさかりっぽい感じ、あ確かにまさかりっぽい、あわ今取れないの、そうだね、ジャンプか、じゃ、いや多分横ずれちゃったんじゃない、うん、ずれちゃったのか、うわ今取れると思った、おーし、おーしと、いやこれは一つで、一つでナイス、落ち着いてる落ち着いてる、あと一つ大丈夫、大丈夫、おーい、おーい、なー
アイアムヒーロー。よし。オッケー。よし。最高。誰が決めたの？ナイス。佐賀。佐賀が決めましたね。新戦力。佐賀とスケゴーでいけるよ。うん。あとはもうちょい強いやつを取れるかどうか。まあ、だいぶまあ固まってきましたけどね、もう。かっこいいな、ここ。そうだね。入れ替わりがあるのかっていう、今後。うん。いいよ。変化球めっちゃ上げられんじゃん。変化球上げようか。確かに変化球上げましょう。170は無理そうだね。お、はい、オッケー。オッケー。ヒバとか上がった。セティも上がった。ライゴー。玉三郎も上がったよ。玉三郎上がった。鈴本上がったのいい。ナイス。よし。これ誰だっけ？ああ、なるか。オペラ歌手みたいな。ジュリアス。ジュリアス。ジュリアス。変わりすぎだろ。ジュリアス。オッケー。行こうぜ。空中庭園だ。空中庭園。